F1 アゼルバイジャングランプリ GP 決勝が15日に開催され、残り1周の最終盤に優勝を争っていたセルジオ・ペレス、レッドブルとカルロス・サインツ、フェラーリが衝撃の大クラッシュを起こした。決勝は白熱したレース展開となり、終盤に1位のオスカー・ピアストリ、マクラーレン、オシャルル・クレール、フェラーリ、そしてペレス、サインツが猛追した。 そして残り1周となる50周目に入ったところで、ストレートでペレスがルクレールを捉えにかかる。すると最初のコーナーでその感激を塗ってサインツがペレスを抜き去る激戦に。そこで次のコーナーを曲がった後に、加速したところでサインツがやや前に出ながらペレスと並走する格好となり接触。バランスを崩したサインツの車体が左に切れ込み、大クラッシュ。 2台ともリタイアというまさかの結果となった。どちらに非があるのかは微妙なところだが、国内外でペレスへの批判が殺到。海外の SNS 上では、ペレスが間違いなく悪い、事故の責任はペレスにある、ペレスは運転の仕方を知らない。とペレスを糾弾する声が続出している。国内でも SNS 上で、ペレスさんの首が立った今決まりました。 あのミサイルの仕方は完全にクビです。ペレス、そもそも論としてあそこでアウトに入るのが全ての間違い。何年レースやっているんだよ、ほんと。やっぱり来年はこのシートにいないんじゃなかろうか、などとペレスの責任を追及する声が続々と上がっている。今季は長らく不振が続いていたペレスだが、久しぶりに表彰台争いに食い込んでいたペレス。最終盤までの構想は水の泡で、 チームも製造者部門でついに。